はい、三男清人です。試合が終わって、会員さんに差し入れでめちゃくちゃいいお寿司をいただいたんで、ちょっとそれ食べたいと思います。めちゃくちゃいい。もうまず入れ物がめっちゃいいですね。いただきたいと思います。うお、こんな入れ物に入ってます。はい、開けまーす。やべえ。すんげえ。やべえ。やべえ。これよこれ。うわあ、うまそう。はい。食べますよ。まずはこのタイかな、タイか何か、いただきます。うわ、うん、おいしい。うまー、味がうまいな。なんかこれ何やろ、これ何ですかね。なんかわからないですけど、食べます。うん、おいしい。ブリかな、ブリうまっ。次このイカ食べます。醤油をちょっとずつかけていきます。あ、うまっ。あ、わさびが、うん、甘いか、いいね、この食感と甘さ。これ何？肉やん、もうトロかな。いただきます。うん、うわ、脂乗ってるな、バリうまい。トロかなんか、やば、マグロかなんかの巻物。うん、おいしい。あ、うまっ。うん、うん、幸せやこれ。ウニいきます。ウニいただきます。次エビいただきます。エビ大好きなんですよね、エビ。うん、うまい。うまっ。ぎっしり詰まってる感じね、エビの。ペラペラじゃない、うまっ。こう多分めっちゃ有名なところみたいで、
石橋ですかね。なんか茨城かどっかにあるのかな。今調べたら寿司石橋っていうお店のお寿司です。めちゃくちゃいいお寿司ですよ。本当に美味しいです。うん。美味しい。感じ、油で。ラストは大好きなエビでいきます。うん、うん、いやー美味しかった。いやーごちそうさまでした。いやー差し入れありがとうございました。本当にめちゃくちゃ美味しいお寿司でした。はい、まあ今日はお寿司を食べる動画でした。こんな感じで終わります。では、こんな兄弟そうないラブソーナイスカズマとリョウとキヨと送りたい。